はいみなさんこんばんはリモーネ先生ですというわけで今回は電車プレイしていきたいと思いますこのゲームなんですがようこそ都市伝説の世界へこの謎だらけの世界はいつか解明されるでしょう答えに近づけば近づくほど理解ができなくなるかもしれませんそれでも一緒にこの世界に踏み入れましょうということでここねちょっとぼやーっと書いてますけれども木更木駅が舞台のホラーゲームっていう感じでしょうか結構言ってますけどね僕も 今回はどんな感じなんでしょうか早速、プレイしていきたいと思います。お。ねねこの話聞いたことある。深夜にあの線でうっかり乗り過ごしてしまうと、この世ではない別世界に行ってしまうらしいよ。何それ、都市伝説体験した人が SNS でそう語ってた。その人は 最後のメッセージの後音信不通になったらしい最後に何て言ってた確かお腹空すいたってなるほどねもうさまよっちゃってもうさまよっちゃって出られなくてみたいなああ疲れた今日も終電か 最近残業が多いなこのままじゃ体が持たない何とかしなきゃこのままじゃ眠いやっぱねこうね仕事ねずっとね遅くまでねやってるとねやっぱ帰りの電車でこうなっちゃいますよね こう5分だけ5分だけって思ってもねいつの間にかこうぐっすりいっちゃってるみたいなあ何なんだんだなんだなんだなんだえ怖い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  ここはどこやばい乗り過ごした外は真っ暗周りに誰もいないとりあえず車掌に聞いてみるかああなるほどうーん何にも外見えないもんな俺車掌さんって基本前の方とかにいるのかなどうなってんのこれもう真っ暗っすよ やばい。まず、もう、一っ一人、ちょっと待って、ちょっと待って、これ大丈夫う？<え>なんだこの匂いはなんだ匂い匂いって何あ、あー、いるじゃん、車掌さん。ほの、すいません。今はどのあたりですか次は、駅です。はい です次の駅、次の。なんだ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 。い怖い怖い怖いなに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 ごめんなさいちょ。謝るからやめてもらえないですか、それ。えー、停電が最悪。このタイミングで漏らすだろ、普通に。え マジこれでいくのいや、暗っちょっと待ってくださいよ、これ。なんだなんだこれ。これは。えぇ死体これ。え、車掌さんだ。なんでくそ死体の不ッが漂っている。一体どうなってる早く他の人を見つけないと。 頭がおかしくなりそう。いや、やばいね。ちょ、待って、これ。あ行ってみよう。なんかあるかもしんない。もっと大事なもんが。橋だよね。ここかあ、入れるわ。とりあえず、外との連絡だ。確かに。これかな。無線を使った。もしもし、誰かいますか雑音しか聞こえない。どうなってるんだ。他の操作には鍵が必要みたいだ。ええー、そういうことか。 誰か聞こえますかインターホンから声が聞こえる誰か来てもお願いもしもし誰かいるんですかいますここにいます助けてくださいどこどこかに閉じ込められているみたい閉じ込められる場所っつったら、ま、トイレとか電車の中でね電車の音がってる真っ暗で何も見えない、ドアも開かないドアが開かないもしかして助けてとりあえず落ち着いて、今からそっちに行きます 行くよさっきの車掌が鍵を持っていらず女性の声が震えてるえさらになんだどこどこにいるんだろう、まあ、とりあえず右の方行ってみるかえなくなってるやんええめっちゃ引きずられてる引きずられたのかはいずったのかここでここで途切れてる でもなとりあえず右の方行ってみるかえー、おい車掌はあれなんだこれは帽子だどうしてここにうわちょっと待ってくださいちょっと待ってください誰ちょっと待ってえ,ー、えあれ車掌 何何何誰ボロボロなメモが落ちる書いてから相当な時間が経っているようだが汚れてないところはまだ読めるもう何日経っただろうかこれ以上出口を探す気力もないあの頃のお肉が恋しくなってくるまた皆に会いたいそうだこれはきっと夢だ死ねばきっとこの悪夢から目覚める このメモを見つけた人がいたらようこそアクへ光に当てていけないやつがいるえ光に当てなきゃいけないやつもいるさようならなんだよそれどいつよどんなやつか言ってこいつこれはあこれそうか書いた人のが自殺したのか光に当てていいやつとダメなやつ誰だよあまたメモあるわ 最後尾の車両に鍵をかけた。鍵はこの車両のどこかに落としてしまった。でも探すのは無理だ。しかし、光を照らしたら奴らにバレる。お腹すいた。鍵はこの車両のどこかに落ちている。光の使い方に気をつけよう。よっそんなこと、ああ、こう、こう消せるもんね、一応。はい何ですかちょっと待って何、何 <laughs>、何、何な,な,なんだ、お前。お前何なんだ。 お前なんだお前お前みたいなもんがこいつはやべなるほどこういうことだうわいけいけい大丈夫か何なん,なんだあいつ何なのあいつらなんかここに閉じ込められてしまった人のなんかあれなんかな鍵がかかっているえー、ちょっと待ってですえー、さっ の場所にあるってことをじゃあおいどうやって探すんだこれこいつらを寄せる寄せてですよ寄せて寄せて寄せてあほら寄せまくって当たったあった,あったはい よし。でこっちか。んでもねえな。なんなんだろうな。赤い。なんなんだろうな。謎の生ーよし。えな、ー、に <noise> あっぷね。そっちは大丈夫かありがとう。ありがとう、ありがとう。ええ、これ、開けちゃっ

ええええええうわああっそういうこと急に H アっプ、えアあっぶねアあっぷねやり少したうわでも懐中電灯破壊されたちょっと携帯あこ携帯か赤すぎなんな血まみれの操作台 昨日はほぼ壊れかけているとりあえず電気をつけてみるか赤いね電気のスイッチをした何これ横に血まみれのメモがある外の空気が恋しい換気扇から錆びた匂いが漂ってくるこのままじゃ自分も電車の一部になりそうやっぱそうなんだなんかここに閉じ込められた人のなんか慣れの果てみたいなあれなのかな全部臭い奴らからガソリンの匂いがする燃えやすそう読み取れる文字はここまでだ 火に弱いのかこれはマッチ。マッチをしとくしゃきた。F でマッチつけて、R で投げる。それどのくらいはいはい,ーはいー今のうちあしや、おい、最初からそのスピードで行け。全部電気は解消。ええー。 こういつはいいよね。えー、大丈夫。誰誰誰ほらよ燃えとけ燃えとけ燃えとけ。お、なんかくれた。あれやった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 。なんだ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 。いい、やばいやばい。燃えながら、燃えながらの。燃えながらのやつ。なんて耐久力だ。人一,一倍でけえもん、あいつ。 いやいやい,い,いや、しつこい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 ここか、よしよしよしくそ、止まるブレーキをかけた俺。 周囲の景色は真っ暗で何も見えない。うわ、ラギーだけ見、ラギーだけ。夜空のはずなのに、星や月が見当たらない。無音、無声、虫の鳴き声すら聞こえない。ここは一体、何なんだこれ。ええええ,え俺はどうすればおい 俺は止めたけども止めたけどもけどもかえくうっえっあれ携帯復活したもしもしえっお兄ちゃんえっお兄ちゃんなの いや、今どこにいるいや、もう。ちょっと、ええー、おいー、携帯壊れたんじゃねえのかよああもう最悪もう。最悪だよ。はい、そんなわけで、電車、無事ではないですが、クリアすることができました。貴様駅、行った時点でもうね。だいぶやばい。 っていうことですよねだから皆さんは電車でついうっかり居眠りしすぎないように注意してください。ありがとうございました。